いや、同盟、襲う相手を誤ったようだな。動くでないぞ、とどめを刺してやる。いや、違う。こいつらは俺が殺したんだ。他の連中も殺してやらなきゃ気が済まない。仲間ではないのか。手を組むよ、脅されたんだ。そうすりゃ家族の借金を返すと。何年も仕えてきたの。家に帰ったら家族はみんな殺されていて、家財も盗まれてた。あいつらを一人残らず殺すまでまだ死ぬわけにはいかん。お主の意中は分かったが、一人では無謀だ。手を貸してくれないか。俺の名は五名だ。酒井仁だ。住処に案内しろ。もっと早く殺しときゃよかった。まだ遅くはない。行くぞ。知っておることは全て教えろ。八重のことならば喜んで。野営の外に人がおる。物見だ。真っ先に始末しなきゃ。海辺に蔵があるな。あそこに盗品を置いてるんだ。あそこは？あれは連中の寝床だ。中には誰が？野党の頭の五郎八だ。あいつだけは許せない。随分と大きな野営だ。この地の民も脅かされておるはず。行こう。残念だったな。まとめて殺してやる。気を入れるな。殺したはずだぞ。逃がしはせんぞ。Oh!
誰もおらぬか。いずこへ行った。なければ癒せぬ。この命は
あなたに拾われたようなもんだ。家族の敵は撃てたな。あなたのおかげさ。すまないが、もう一つ頼まれてくれ。死んでもこいつらとは言いたくないんだ。わかった。心安らかに眠れ。